ケーションズ、汐メビルリング NTT コミュニケーションズ前、本社ビル NTT コミュニケーションズ、大手町ビル NTT コミュニケーションズ、藤沢ビル NTT コミュニケーションズ等が、先、ビル NTT コミュニケーションズ株式会社は、世界最大規模の通信事業者の一つである日本電信電話の長距離、国際通信事業を担う完全子会社であり、 NTT グループの主要企業の一つである。世界40カ国、地域以上、110都市以上の拠点に、約2万2000名のスタッフを配し、クラウド、ネットワーク、セキュリティ、コンサルティングの提供を通し、顧客企業のグローバルビジネスをサポートしている。コーポレートスローガンは、Go ザディ Distance。1997年の NTT 法改正による NTT 再編として、 旧来の日本電信電話株式会社から分割された4社のうちの1社。新しい NTT の戦略主会社として、1999年7月1日営業を開始。都道府県を超えて行われる長距離通信事業、フリーダイヤルなどの特殊負荷電話サービス事業、インターネットサービスプロバイダ事業を NTT から受け継ぐとともに、 国際通信事業に新規参入した。NTT コミュニケーションズは日本電信電話株式会社の完全子会社ながら NTT からの分割にあたっては NTT 法は適用されない純粋民間会社となった。NTT コムと同時に NTT から分割された東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社の東西電話会社は 特殊会社としてある程度は縛られるものの、地域会社として、従来からの多くの個人、企業の顧客を引き継ぐ形で設立されたが、NTT コムは自由な民間会社ながら、経営基盤が弱く、新規に顧客を開拓する必要が強く求められ、また場合によっては、地域会社である東西 NTT との競合も予想された。このような状況から、新会社、 n t t コムのロゴマークは NTT グループのダイナミックグループを採用しなかった。コーポレートマークは世界の情報流通市場への挑戦者、新しいグローバルな会社をイメージし、21世紀に向かって力強く弓を引く、世界をつなぐ架け橋などの意味を持たせて、シャイニングアークと名付けられた。n t t コム発足にあたっての一連のブランディングは、 ランドオアソシエーツの手によるもの。n t t コムは現在でも NTT が全額出資する NTT の完全子会社である。また NTT レゾナントは新たに n t t コムの子会社となってからもダイナミックループを引き続き使用している。n t t コムと同様にダイナミックループを使用しない。 NTT グループ会社としては、NTT ドコモ、NTT データ、NTT コムウェア、NTT 都市開発、NTT エレクトロニクステクノ、ネルクリスタル等がある。HP ドメインは、発足当初は NTT-C.CO.JP を利用していたが、NTT コムの略称が一般化した後に NTT.COM に変更されている。全世界43カ国、 地域124都市に拠点を設置している。世界196カ国、地域でサービスを提供している。NTT コミュニケーションズとディメンションデータとを合わせた、長距離、国際通信事業全体は、計373社で構成されている。以下は、主な NTT コミュニケーションズのグループ会社現在、過去。ありがとうございます。